それでは前節今シーズン初の敗戦となった京都と、開幕3試合は勝利を挙げられませんでしたが、ここ2連勝と調子の上がってきた徳島の試合です。さあ、それではスタメン見てみましょう。京都の方は前節富山戦とスタメン同じということですけども、まあ戦い方ははっきりもうはっきりしてますよね。してますからね。お互いの距離感近く、ショートパス、テンポのいいポジションチェンジ、はい、それだからゴール前までね、ファンキーな作りをしますよね。もうおっていう、そういう作りこだわりがすごいですよね。こだわりがすごいです。打つか打たないみたいな楽しいですけどね。そう、楽しさですけども。さあ、徳島の方は、前線に高崎選手がスタメンで2試合目と、うん、いうことになりますけども、こちらも戦い方ははっきりハードワークしますし、まあ、ベルにいたします。これ今コンディションいいですよ。これはいいです。大きいですね。大きいですね。さあ、この戦いどうなったでしょうか。はい、それでは西京極競技場での注目の一戦です。開幕から2試合連続ドロー、2連勝と続き、前節シーズン初の敗戦を喫した5位京都サンガ FC、 連敗を避け再び連勝街道を進むべく、ホームに2連勝中の10位徳島ヴォルティスを迎えました。ゲームは序盤から徳島ペース。14分津田が高崎とのパス交換からインサイドに抜け出しシュート。徳島が連勝の勢いを見せると、さらに徳島は25分、太田、大崎とつないで最後は柴崎。ベルディから加入の柴崎恒成がシーズン2点目のゴールを決めて徳島が先制します。一方、リードを許した京都は35分、原のコーナーキックに安藤、頭で合わせますが、これは古巣対戦となる松井がしっかりキャッチ。京都は44分にもコーナーキックの流れからチャンスを迎えますが、これはオフサイドとなりゴールならず、前半は徳島の1点リードで終了します。後半に入り51分、徳島が京都の連携ミスをついて追加点を奪います。大崎のパスに津田が抜け出すと、体の強さを見せ2対0、徳島で4シーズン目を迎える津田智弘はこれがシーズン2得点目。2点ビハインドとなった京都は久保優也を投入し反撃に出ると、64分、その久保がミドルシュートを狙います。これはわずかにバーの上。さらに京都74分には途中出場の三平から、同じく途中出場の横谷へ、しかしフィニッシュは松井の正面。なおも攻める京都はアディショナルタイム、ゴール前に抜け出した三平がボックス内で大久保に倒され PK 獲得。古巣対戦の大久保は一発退場となります。このチャンスにキッカーは原和樹、シーズン3点目のゴールを決めて京都が1点を返しますが、反撃もここまで。およそ5分間のアディショナルタイムに2点目を奪えなかった京都はこれで2連敗。一方、アウェーで快勝の徳島は小林大成初の3連勝、勝ち点を10としています。そうですね、まあ、後半ちょっと守備しかしない場面が多かったんで、そこをもうちょっとつなげるように頑張っていきたいです。いや、本当にあの柴崎選手がボールを持つと不思議なんですけど、落ち着きますよね。そうですね、本当にキープ力もあるし、うん、縦のボールもうまいですし、はい、ちょっと周りから見ると何するか分からない形なんですけどね。で、このゲームではしっかりゴールまで決めました、はい、顔もシャープですし、今季やる気満々だね。なるほど、間違いなく。やっぱりよく知ってる方ですから、顔を見たら分かりますよ。大体本当に節制、どれぐらい節制するのかとか分かるんですよ。やっぱり顔をシャープしたってのは人間を表してます。本気度具合が見えてきたということですね。そうです。で、このシュートにつながったと。当然体のキレにつながりますから、そういうことね。まあ、京都もね、京都のサッカーをこう貫いてというところでしたけども、あと1点追いつかずということでしたね。はい、はい、続いて3